恒例企画、佐々木智也が教える始球式指導。イエーイ来ましたよ。あるな。ありましたね。いろいろあるね。あります。始球式指導ね。はい。やっぱ俺失敗させない指導者だから。そうですね。うん、あの乃木坂の久保さんもそうやし、はい、袴田さんもね、はいはい、そうやし、うん、まあ俺が基本始球式指導した、タレント有名人の人たち全員失敗しないんだよ。おお。ね。はい。そうなってきたとこからやっぱり来るんだね、依頼がね。はい、うん。だから今日もあの有名人の方から。はい。依頼が来まして、お始球式指導今からねここで行ってきますからね。はい。ぜひね、まあ失敗しないと思いますけどね。はい。まあぜひその他のね指導、はい、やってまいります。はい。はい、行きましょう。里崎チャンネル。さあ、はい、というわけで、最後に瞳ロードトゥ始球式スペシャルなゲストに、ですよ。もう今後私がどれだけお願いしてもそうは呼べないですけども。うん、今日だけ特別に佐々木さんに来てもらってます。ありがとうございます。いいやつだし、せっかくだから始球式もそうだけど、はい、始球式に関しては後でちょっともう球をこれ実際やったら取ってもらったら。野球歴あるんですか？野球歴ないんすよ。ないんすか？サッカーだもんな。でもこの間あのゲジブルとかしてたけど、おーおーっていう。おー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 、俺完璧じゃない。いい球投げてる。子供の頃遊びが野球だった世代なんで。ああ、そうか。一応軽くは。まあ球数制限も半端ない。そうですね。あの一回四十肩超えてるから。四十肩克服して、うん。克服してるから、ね。その上でだからな。それは見てもらうとして、せっかくドラゴンズファンなんですか？そうなんですよ。生粋の。なんでドラゴンズ好きなんですか？兄が小さい頃からドラゴンズファンで、でその影響で僕っていう感じですね。じゃあ全盛期も見てるし、低迷期も見てるって感じですか？だから本当に10年ぐらい前までは野球楽しくてしょうがなかったんですけど、僕らの時代の時ですね。そうですね、落合さんの本当に、はい、ああ強かった。日本シリーズもありましたもんね、ロッテ途中に。あーあー、あったね。結構すごかったですよね、最後同点で。いや、すごかったですとかですよね。え、日本シリーズ 見に来ましたよね。俺行ってる。来てますよね、日本シリーズ来てますよね。日本シリーズ行ってるし、歌ったりしない？そうだよね、よくなんかファンサービスで、歌ってんの外のステージみたいなですよ、ね、僕らはいつもお客さん側で、だって演者側じゃないですか。いや、いつも見に行ってた時に、あっちの世界楽しそうやな。あっちからからこっちはどう見えんだろうと思って、で、ロッテの時だったら、これ何やっても許されそうだよ。そうなの？で、やらせてもらったら、まあもう3万人は控えてるんで、もともとが試合あるから、ね、だからそれで一番最初やった時は目の前に6000人いました。すごかったっすよ、6000人これかと思って。すごい経験してる。だからそのだって、だから6000人が佐々木さんを全部見るわけで、だから歌って考えると俺より多いわけだよ。普段そうだからそっちでも向こうの方が上手だわ、うん、どうですかドラゴンズ最近は。いやどうすかもコースかもですよ、ファン目線で。そうそう、ファン目線、ファン目線、何がどうですか、納得してるんですか。もう納得してる。いやいやねえ、うん、本当に始球式もやらせていただけるっていう話。そうそうそうですね。それとは別にね、それとは別に。でも本当にいろいろ思うこともありますが、もう応援するしかできないんで、はい、なんとかですね頑張っていただきたいな。どうしたんだちょっとあるでしょ、口数がなんかゴモ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 してますね。何が足りないんですか？打線でも投手にローテーションでも。打線はもうなんか都民の思うことないと思うんですよ。それこそ里崎さんが、うん、ボビー監督だった時に、日替わりで結構で、ベンチメンバー全員いつ出るかわかんないから、みんな緊張感持って野球やってたみたいなことをおっしゃってたんで、日替わりっていうのもそんなに悪くないのかとも思いつつ、なんかもうちょっと固定できたらよかったね。ドラゴンズといえばザ・固定っていうね、落合さんの時にやったものを、出ないから体力使えへんでやってね、試合に出ることによって体力つけるし、キャンプも6勤1休やと、ね、シーズン中6勤1休なのになんでキャンプが3勤1休なんやって、シーズンに合わせながらやって出ることによって体力と能力を上げていくっていうスタイルなんで、ドラゴンズってイメージで言うともうザ固定メンバーですね。でも結局長期的に見ればそれが低迷招いてるっすよ。
あ確かに、このしかも一番不幸だったのが、うん、一気に辞めたんですよ。そうでした、ね、だからそのじゃ谷繁さん、井端さん、荒木、森野、ね、和田さんっていう、そのもう超主力の人たちが大体同年代なんですよ、うん、でそれが一気に同時期ぐらいにみんな辞めちゃって、でその時期から出てきた大島とかだけが残っちゃって、そうです、ね、で二遊間もいない、キャッチャーもいない、で外国人もいなくなったみたいな感じで、ちょっと一気にバサーって抜けすぎて、でずっと固定出てたんで、うん、次の選手作ってないじゃないですか、うん、そこが今低迷期になってる可能性は、ね、あの時にショート洗い場じゃないですか。そうですよ、ね、じゃあ洗い場じゃなかったら、ね、何誰みたいな。だって森、あれ森岡でしたっけ。あ、そうですね、全然普通に出てました、ね、あと岩崎とかですね。岩崎その後楽天に行きましたし、その固定以外の選手も決まってたんですよ。秀則とかね、守備固めでいうと決まったり、谷繁さんが出ない時は小田とかって言って、もう次のメンバーも決まってたんで、その人たちがいなくなるとなかなか苦しかったなっていうところはありますよね。そのメンバーが抜けてからが長いなっていう。あとやっぱりそのドラフト戦略ですね。ドラフト戦略がハマってないっていう、近年で言うと野手いないからって言って、二遊間ばっかり取ってるんですよ。向井、ブラウイトを取ったけど、多分出てこなかったりとか、で二遊間も取り続けて、やっと村松、ね、で田中とかで、カリステもやっと外国人当たってきました。で、ね、まあ、なんでアリエル出したんだろうとかもあったりするんですけど、うん、アリエルは多分ビシエドとアリエルだったと思うんですよ。どっちもファーストで、あ、そうか。でビシエドが FA 取ってるんで日本人になるから枠開けれるっていうところで、あとは契約の問題とかもあってアリエルの方が出ちゃったのかなっていうところはありますけど、出る選手が活躍するんで、それが余計辛いところだよね。そうなんですよね。でも入ってくる選手も活躍してるんですよ。斉藤幸喜とか、あ、あの軍ジャモとか日本で活躍してるって言うんですけど、斉藤幸喜、宇佐美もハムから来て頑張ってたりもするし、あと本当涌井投手とかいなかったらどうなってたのだろうとも思いますしね。点の取り方が下手そうなんですよ。そうですね、昔は本当なんか内野ゴロで1点とかよくあった気がするんですけど、作戦面とかなんかこまこましたのがちょっとないですね。塁出るんですけど、うん、点取れないっていう、うん、もうなんか走れないんですよね。あとなんかでも走る選手がいないんですよ。いないんですよ。でダイソーもいないですよね。そうなんですよね。一応いるんですけどあんまり走らない。こいつが出たら足気をつけろがないんですよ。あ、それバッテリーからしたらちょっと楽でしょ。楽なんですよ。ですよね。もう何も気にしなくていいんですよ。だから僕らの時で言うと荒木ランナー出て、うん、イバスさんだと、いや盗塁もある、バントもある、エンドランもある、めんどくさいなみたいな。やりづらいもんね。でごちゃごちゃされると森のウッズとか森のブランコ、うん、和田さんとかに繋がっていくんで、めちゃめちゃ嫌だね。さてください、それは強いわ。強かったよ。強かったもん。あ、なんか今日は今年どうですか。もう諦めていいですか。今年はどうですか、うん、あの開幕した頃は結構いけるかなと思ったんですけどね。ちょっと前評判はちょっと高かったところはありましたね。なんかでもちょっと去年まではいろいろどうやったって難しかったのかなと思ってるんですけど、来年あたりはうまく使えばいけんじゃないかっていう気はしています。はい、ファン目線、推し目線。はい、推し目線。それは、はい、ライデル・マルティスは来年もいますから、ね、大丈夫ですか。いや、いてくれないとまた計算が大事。でもリリーフは結構、うん、ライデルいなくなったら、うん、今年でライデルが複数年終わる。そうなんですよ。困ってんですよね。困る。でもなんかリリーフは結構いいですよね。いいので、まあ、松山君とかが抑えとかいけたりするのかなっていう気もしてるんですけど、うん、どこ補強します、来年向けて。補強できんだったらもう完全に打てる外国人です、ね、だから打線でもね。カリステ打つじゃないですか。やっぱりどうしてもウッズブランコを追い求めてしまうので、それもあれですね、阪神ファンのバースを追い求めてるみたいな。もういないですって。いないですね。もう阪神のバースはもう一生いないですし、あのウッズブランコももういないかも。もう一人な、ちょっと長距離。細川いいじゃないですか。細川、細川ともう一人いてくれると。どこのポジション、外国人と。いやそこですよね。石川昂弥がファーストがいいような気がしていて、あ、そう考えるとなんか外野なのかな、やっぱり外野、うん、レフトあたりですかね。ライト、レフト、センター、岡林。カリステどこ行くんですか。カリステはなんかサードもいけるし、うん、かそうか、村松もいるからな。そうですよね。でもカリステってなんかどこ
でもやってくれるし、すごく使い勝手がいいので、その取ってきたレフトが当たんなかったらベストなんですよ。リカーソンもちょっとパッとしなかったですね。そうですね。監督もそんな感じで悩んでんじゃないの。ね。こんなにどうしよう楽しい野球の話ずっとしてて。いいよ。いい、そういう回だ。レジファンないんですか。実は野球少年だったけど、特にね、球団で好きだったことはなかった。本当ジャイアンツとかでじゃなかった。いやでも当時ジャイアンツ戦しかやってなかったじゃん。まあね。でも親父がそれ見てても、うん、俺新日のプロレス見たいんだけど。ああなるほど。野球やってたけど456野球そこがなぜか西武ライオンズの帽子かも。おお。まあ強かった時ですか。強は、うん、もう石毛辻秋山清原で、バークレオ。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 バークレオのこと忘れないのは、うん、友達の親父が俺のアイス食ってたら、うん、おそのバークレオってさ。でこの親父嫌いだなって思ったからずっとバークレーの覚えてバークレーよなんてつまんねえこと言うんだこの親父バークレーよかったね俺のこういう話いらないんだ俺のこそまだあのさっきのさ俺の話が来て俺の言おうと思ってた話いいよ俺のはいいよ、うん、でもねでもだってずっとキャッチャーだったわけじゃないですよね。ずっとキャッチャーと小学校4年生すげえ。あ、本当に8歳から野球を始めて10歳から38歳までずっとキャッチャー。すごいね。それも理事もキャッチャーでしょ。理事はだから3年生から始めて小学校の時ピッチャーですよ。あ、そうなんだ。でも本当にあの頃の指導者ってやっぱりやばいよね。俺今思ったらドキドキするけど人格否定された。お前マウンド立つな。なんですか。エラーとかチーム名するでしょ。あマウンドで、でお前怒っちゃうでしょ、うん、下柳的なね、うん、下柳さん、クラブとなきつでね、うん、なんかね、それをね、あの監督が自衛隊の方で、すごい厳しい方で、うん、あのグローブでいつもパンパン叩かれたけど、うん、で、小6の最後の大会前にキャッチャーミットを渡されて、うんうん、お前は自分のことばっかり考えるから、人のことを考える人になるって俺でキャッチャーやった、ね、そっから。へで、もうキャッチャーすごい嫌で、怖くて怖いよね。なんかにもなんかね、嫌なノックされたの未だに覚えてる。どんどんなんかさ、もう10メーターないぐらいの距離で、うん、防具全部つけさせられて、小学校だよ、うん、面もつけさせられて、監督が目の前からこうノックするの、うん、で、ショートランとか後ろにやったらめちゃめちゃ怒られる、うん、前に落とせ落とせって泣きながら、もう面の中に泣きながら、で、周りチームメイトがケバレーケバレーっていうのが泣きながらやってたのとか覚えてるから、やっぱああいうのであれですね。まあその監督さんが今どうしてるかは分かんないですけど、野球ちょっとずつ嫌になりますよね。取ればよかったですよね。取ればよかった、うん、取らないんだ。取らないんだよね。取ればよかった。ちょうど当たんの。ちょうどこういうところにバチ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 。僕らの監督もめっちゃ厳しかったですけど、うん、でもみんな強かったからそれをクリアしていくっていう、やっぱクリアするとしないと人生が変わってくるんだよ。僕らもクリアし続けた人がこの野球選手。そうそうそう、それはそうですよ。僕らって練習試合負けたり引き分けでもダメなんですよ、勝たないと。一回隣の小学校と試合したときに引き分けだったんですよ。負けてないんですよ。ぶち切られて。今から帰ってから専門素振りやっつって縁になって全員いいっつって言って、そこから素振りさせられるっていう。今そこまでの指導者っていいのかな。いやーないだろうな。小学校とかはないでしょう。でもどうなんですか。僕はもう厳しい方がいいんちゃうか思うみたいな。でもなんか言われてることは分かりますね。なんか人に強要するとねっていうのがあるけど。あんまりそう根性論みたいなとかって今さダメだけど、うんうん、自分がこうなんかピンチに立ってる時とかは非常に有効だよね、うんうん、ここでガッツ見せないとな。あでもそうかもね。うちはやっぱりだから僕はもう昭和やって言われるかもわかんないですけど、うん、あの世の中の8割ぐらいのことは気合と根性でなんとかなると思ってる。あでもそう考え方がほとんどはもうあやのこじと一緒ですずそうならないように合理的に俺たちはやりたいんだけど、やってた方がいいに決まってんだけど、うん、最後の最後とかあと人生でさ、うん、ここだけ勝負かけなきゃみたいな瞬間とかあんじゃん、うんうん、あるある。だからそういう時はやっぱりそういう経験が結構大事だったりするよね。気合と根性で結構カバーできることってあるよなって知ってるか知らないかです、ね、うんうん、まあその差はあると思うよ。あとなんか自由の方が難しくないですか。難しいかも。そうかも。なんかやらされる方が僕楽やなと思って。あなるほどね。言われたことやるだけでいいんで。まあ言い方まあ言わんとしてることは分かる。僕だからあの練習も自主トレの方が嫌なんですよ。なるほど。キャンプ入ってくれたらいい。キャンプの方が楽っていう。その自主トレは自分で練習プログラム決めて、うん、自分で開始時間も決めて、やること決めて終わるわけじゃないですか、うん、いつも問いかけなんですよ、うん、これでいいんかっていう。そうだよね。
これは合ってんのかなっていう。キャンプ行くと言われたことやればいいんで、なんか言われたこと全部やるとやった感出るじゃないですか。やった感、充実感がね、が出るんですよ。ノルマクリアしたみたいな。結構バンドの自主練多いじゃないですか。そうなんですよ。だから難しくないですか。まあでも好きだからっていうのはあるかもしれないですね。なんか楽しいんで練習っていう感覚はあんまないですもんね。なんかどこまでやっていいかとか分かんないじゃないですか。そうですね、飽きたらやめちゃうもんな。自由だから。まあ自由だからでもドラゴンズのファンは飽きてもやめれないですもんね。飽きないですね。いや本当に去年あたりちょっと一瞬辛すぎて僕も子供の頃西武ファンだったの。一瞬あのパ・リーグは西武戦沿線だったから、で久々にさ西武球場見に行ったの、西武ドーム、そしたらさ、おかわり君がホームラン打ってさ、いや俺自分が見に行った試合でホームラン見たのいつぶりだろうとかと思って、自分の応援してるチームが、ちょっと西武かなとかって思ったんだけど、やっぱどうしても結果をこう携帯とかで見るときにやっぱドラゴンズ追っかけちゃうんですよ。今西武ファンだったのも、いやー本当ですよね。しんどいっすね、西武も。今の西武ファンは一番多分僕12球団で一番きついの今西武ファンちゃうかと思ってるんですよ。まだドラゴンズファンの方がマシですよ。そうですね。ただ、ずっと勝ってるチームなんかいないから、まあまあそれね、周期はあるじゃん。そう、ここを応援してた方が次本当に優勝するとき本当に嬉しいから。俺もだってちっちゃい頃そんなにすごい強かったわけじゃないから、たまに優勝するけど、やっぱ B クラスだなっていう時期もあったからね。弱い時を見てる方が未来は楽しいと思う。この強いチームを強く応援して優勝するのもそれは面白いかもわかんないですけど、ずっと強いのも、でも弱いことを知ってて優勝した時にあの時からの変革って面白くないですか。あとね、もう本当にもうちょっと早く強くなってほしいのはやっぱり FA とかがあって、大野だったり、まあ、それこそビシエドとかもそうですけど、残ってくれた選手が優勝するとこ見たいっていうのがあって、だから本当にもうそろそろ来年あたりで頑張ってほしいなと思う。ビシエドいないかも。いや本当なんですよでもビシエドいらなくないですか。でもちょっと出るとこなくなってきちゃう。ちょっとね、しかもガラスに来たらより出ることもないんでね。ビシエドは来年西武に行ってるかもわかんないですね。いや西武だったらまだまだやれそうじゃないですか。でもビシエド、どうなんですかね。できそうにないなっていうやつがいきなりね、ポランコとか戻ってきてホームランになるし、逆にウォーカーとかパ・リーグ行った方がいいんちゃうかと思ったら西武ね、ソフトバンク行って試合に出れないですし、環境変えるってやっぱりわからない。そう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 、はい、どうなるかわかんないですよね。ロッテなんてずっと優勝してないんですか。いやいやいや、でも俺そんなに優勝してない。優勝はしてないですね。クライマックスとか、まあプレーオフは勝った時にリーグ優勝だったんで、まあ、それはあるんですけど、純粋に勝率1位はないんですよ。日本一はあるあるんですけど、はい、そうか、あのクライマックスから、そうそう、日本全国で1万人体力あるのはロッテファンですよ。でもロッテファン熱いですもんね、応援、マリンの応援。でもそこであれですよね、翔さん、ああそう、綾野剛士も9月6日、4日、どれかじゃないかな。マリンスタジアムで始球式、6日間、みんな行くの、みんな行くの。あら、今日せっかくね、だからせめてちょっとでも教えてもらったことを、そうだね、俺がね、伝えてあげる、俺が、口頭で、そうだね、こうらしいよ、あの投げれなかった人いないっていう教えを受けた俺が、君に口頭で伝えるようで、ショーも少し気持ち悪いんだよ、そうしよう。じゃあちょっとやってみますよ。はい、フォーム指導ですね。もう分かったんだ。そこに右手を出していく。おお。あれ？なんかちょっとここは綾小路内緒で行こうよ。おお。俺投げるときは俺また教えてくれる人いるから。よろしくお願いします。ありがとうございます。よし、僕が始球式指導した人でミスした人いないんですか。